今日はすべての元になる言葉についてお話しいたします。我々真言宗の僧侶が使っているこの呪文真言というのはすべての言語の元になるそういった言葉だと伝えられております。これはインドの古典の言葉でサンスクリット語という言葉なんですね。これは現在ではインドでは用いられておりませんけども、全世界に広がった全ての言語の元になる言葉だと言われております。そしてこのサンスクリット語という言葉、いわば儀礼的なかしこまった言葉ということになりますから、このサンスクリット語を元にして日本の音階も出来上がった、このように伝えられているわけですね。このサンスクリット語というのは特に仏教と関わりが深くて、このサンスクリット語、これを訳すときには一旦ローマ字に訳すんですね。ですのでいろんな記号が用いられているわけですが、例えば母音のあ一つ取ってみても、あと短く言うのか、あーと長く言うのか、あんというのか、あくというのか、あーくというのか、非常に母音一つ取ってみてもいろんなこの発し方があるわけですね。これを細かく分類をしていって、そしてさらにはここに子音というものが加わることによっていろんな言葉文字が表現できるようになっていくわけですね。インドのサンスクリット語という言葉は中国に入った時には音訳をされるんです。その音訳をされた言葉、中国では漢字として表記されるんです。そして漢字として表記されたものが日本に入ってきて、そして日本ではお経として漢字がずらずらーっと並ぶ、そのような形になりました。ですので漢字というのは音の表記でしかないわけですね。ですからそのサンスクリット語で表現をしたその言葉そのものに意味があるんですね。ですのでその音そのものを大切にしているというのがお経ということになります。ですからお経というのは音そのものに意味があるんだということなんですね。真言宗の宗祖弘法大師さんは一字で千里を含む、このように伝えております。一字で千里を含むというのは一つの文字であっても千以上の莫大な意味がその中には込められている、このように表現をしているわけですね。ですからこのサンスクリット語という言葉を知るということはものすごく深い意味を知るということになります。ぜひそんなサンスクリット語知っていただきたいというふうに思います。今日は全ての元になる言葉、これについてお話をいたしました。
やご質問はお気軽に概要欄よりお問い合わせください。